せーの、カレーとギルドマンガジュアルです。というわけで自己紹介お願いします。マリリンだよ。マリリン、うん、マサメです。スッチです。スッチさんだけコイチさんよ。スッチです。第1回クラリネットクイズ、イエーイ。はい、カメラ裏のくずしまです。皆さんクラリネットについて詳しいと思いますので、クラリネットに関するクイズをこれから10問出していきたいと思います。はい、はいはい、じゃあ早速第1問、クラリネットのリード何でできている？余裕よ。かけましたか？はい、はい、じゃあ同時にいきましょうかね。せーの、足、剣、まあまあ、ね、大正解、イエーイ、大正解。どんどんいきましょう。第2問、クラリネットの最低音のミから五線の中の派くらいまでの音域をバロック時代から初期古典派くらいまで使われ言われていた楽器にちなんで何音域と言うでしょう。低い音域ですね。低い音域、何音域って言うでしょう。はい、はい、入れてましたか？ちょっと待って焦ってるね。じゃあ同時にいきましょうか。せーの、はい、シャリューモーン、シャリューモーン、シャリューモーン、スロート音域、ミキチさん正解。スロート音域は喉の音域って言ってね、こうそうとかラッツのふら、そういうんだ。しかもそれを知らんかった。なんか私たちそうやってあんま言わなくない？言わないですね。アマチュアの人のがなんかスロート音域がどんどんですって言ってるような気がする。スロート音域多分な習ってない気がします、うん、はい、続いて第3問です。マスクラリネットのロング管の採点は一般的に何の音でしょう？一般的です。はい、かけたかけた。マスクラリネットのロング管の採点音は、イエーイ。え、これってどっちで書いたの？実音でいいですか？何でもいいです。例えばドレミのレオ D って書いてもいいし、はい、実音で答えたりしても大丈夫。そう、じゃあみんなでいきましょうかね。せーの、 C。 そうですね。そうですね、そうですね、どうもですね、大正解、イエーイ。第4問、クラリネットのマウスピース、例えば私が使っているバンドレンの B40 だとしたら素材は何でできているでしょう？なんだっけ、まあ、いろんな、ね、素材あるけど、素材、はい、黒やつかけたー。うん、OK、 何できているでしょう？まあ、一般的な、うん、そうですね、一般的な、よく使われている素材ですね。聞いたことはあるかなって感じですね。絶対これ違う、私、はい、よろしいでしょうか？ OK、はい、です。はい、みんなでいきましょうか。せーの、エゴナイト。エゴナイトですね。はい、違うと。エゴナイトです。樹脂の仲間なのかな、エゴナイトって。ゴム由来だけど。なんとか樹脂。なんとか樹脂。カーボン。カーボン製マスクさん。高くない。マリーさんはそうかもしれないけど。スッチさんのみ。スッチさんのみですね。リガチャの素材を示す。PGP、 これは何の略でしょう？ PGP? レッドストーンの PGP って言ったら何の素材のことを表すでしょう？素材を意味する。待って、わかんない。これ、このレッドストーン、あ、そうですね、一応まあ3文字ですけど、まあ大体最初の2個ぐらい合ってれば丸で、まあ丸でいいんじゃない？3文字なんだ、これ PGP 全部 E あるんですか？ P、そうです、あります。 PG だけじゃなくて PGP で、そうですね、私も分かんなかった、最後 P、 最後の P が最悪答えなくてもいい、うん、いいですか？ PG だけでも、自信ない人いますか？はーい、あー順番にいきましょうか、マリさん。ピンクゴールドプラチナ、ピンクゴールドプラチナ、そのまま今まで出た、パーソナルグリッターギターのあれじゃねえか、なんかギターのっぽいよ、なんかはい、あかねちゃん、ピンクゴールド、はい、ピンクゴールド、そうですね、マリーさんちょっと丸上げがたいな。なんだよなぁ。PGP はピンクゴールドメッキですね。メッキなんだ。マリーさんこれ、ま、これピンクゴールドずるいよ。3人とも 0.5 にしましょうかね。0.5 点だった。5問来ましたが、はい、現在の得点、ツッチーさんは 3.5 点、3.5 点、同率、マリアちゃん3点、あぁ、マリーさん3.5 点、あぁ、やばい、ダメだった、パーソナルグリッターピックそこでね、ちょっとここから難易度上がってくると思います、はい、第6問、エスカラリネットのアードゥア胃腸腸ですね、ラシドレミアさんは実音で何腸？待ってエスカラリネットの、また言いますよ、エスカラリネットのアードゥア胃腸腸ですね、ラシドレミアさんは実音で何腸ですか？ドイツ音名で答えてください。何ドゥア、計算しないと、ちょっと待ってください、もう一回言ってください。あ、ちょっと待ってくださいよ、私これやばい、めっちゃ時間かかる。はい、じゃあ同時にいきましょうか。せーの、 D、 実音のセールアになります。あれ、これは次は選択問題なので簡単かもしれません。次の3つのうち、バイオリン、ピアノ、クラリネットの三重奏の作品を残していない作
作曲家は誰ですか。わからん。1フランセ、2ミヨー、3ハチャトゥリアン。うわー、全部知らない。1、はい、フランセ、2ミヨー、3ハチャトゥリアン。はい、なんか1曲もやったことある。2曲はね、有名な曲が有名な曲があるんです。2曲でもわからん。はい、せーの、フランセ。正解は1番のフランセ。ハチャトゥリアンはね、トリオっていうのがあるんだ。ありますよ。はい、フランセ。なんかね、調べたらビオラとの曲はなんかあるみたい、編曲かわかんないけど、フランセだけあるかと思ってた、絶対に。で、ありそうな曲があるんですよ。そう、ありそうなのにないんですよね。はい、ラスト3問、第8問です。アーカムクラリネットの最低音は実音で何の音、ドイツ音名で。ちょっと待って。じゃあ同時にいきましょう。せーの、シー。シスシスだよね。そうですね、シスです。マリカちゃん正解。マリカちゃんやばいぞ。マリカちゃん、マリカちゃん惜しいんだよな。一個違う。ちょっとポイントを上げてください。そんな精度ないでしょ。だから最後の問題が100点だったかもしれない。いや、できない。はい、次はね、奈緒さんからの問題です。間違えましょうかね。日本で最初に入ってきたクラリネットはどこで演奏されたか。知らん。何県で演奏されたか。知らん。これちなみに後で調べてみたら、もう一つの県の可能性もあるので、2カ所で正解にします。知らねえ。どっち答えても正解。あ、じゃあ1個しか知らないですよ。はい、私も知りもしなかった。何、まあ勘で答えよう。47都道府県。日本の貿易といえばここでしょ。おっ、古き歴史はここだろ。まあ何県か勘でもいいので書いてください。はい、なおの YouTube チャンネルではこの話してます。あ、じゃあ見てないのバレたな。はい、では同時にいきましょう。せーの、長崎。長崎。ああ、私だけ数だね。あのね、マリーさんをマジ正解で、2説があって、鹿児島か神奈川。おー、やった。どうなの、どういうこと。何を待って、何を待って。あのね、開国しちゃってるんで、あの薩長同盟の影響でね、あの海軍の音楽隊が、あのイギリスかアメリカの音楽隊が鹿児島に演奏したのか、それか日本人だったらその妙高寺って横浜にあるんですけど、そこは実は合唱の地なので、そこで日本の軍楽隊が最初に演奏してるんですけど、どっちかな。知らんのに当たった。勉強したくない。でもちょっとね、諸説ありますんで。はい、ここまでで9問来ました。はい、得点を発表します。はい、土さん 6.5、 高っ。あかねちゃんも同じく 6.5。 よし。で、まりかちゃんが4点。ないですよ、4です。4ですよ。相手マリーさんが 6.5 と言ってた。ツッチーさん分けてください。次はじゃあマリカちゃんの希望がないといけないから4点ぐらいないといけない。最終問題2点でもマリカちゃん勝てない。3点しようよ。3点、はい、次はね、あのさっきのナナさんみたいなやつじゃなくて、一応常識問題ですね。第10問、ブラームスは晩年にクラリネット50奏曲、クラリネット30奏曲、あと2曲のクラリネットソナタなどクラリネットの作品をたくさん残していますが、その晩年の彼の創作意欲をかき立たせた存在でもあるクラリネット奏者の名前は。待って、マリカ、ブラームスの本めっちゃ読んだ。待って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 、マリカめっちゃ読んだ。これね、名字だけでもいいですよね。けど、いや、もう本当に分かんない。俺何回か聞いてるけど、俺ももう忘れてるから。なんかどうしたりしたこととか。忘れちゃうな。でも1回は聞いたことある。ってこと、聞いたことはあると思います。え、全然わかんない感じですか、土さん。今はヒント、上の名前言いましょうか。下が大事ですもんね、うん、下がブラームス的な感じなんで、うん、上の名前がリヒャルト。ちょっと待って待って、リヒャルト。あ、待って、もうリヒャルトは単語的な感じです。リヒャルト、じゃあ自信がない人から。はーい、はい、はーい。じゃあマリさんからいきましょう。もう分かんないからいいです、もうリアルとしんすけ。これ橋本先生。私の先生じゃないね。リアルとしんすけさんです。分からん。はい、マリカちゃん。クラリネット。なんかあのルパンですかね。クラリネット。その名前書いたの。マリちゃん、俺リアルとの時ってこれしか出てこなかった。そうだ。実はクラリネット上手かった。だんだん頭くらってくる。はい、じゃあスッチさん。ミュールフェルトじゃん。はい、大正解。誰それ。はい、じゃあ最終得点は1位が土井さん。はい。9.5点。すごい。2位が同率。同率でマリーさんとあかねちゃんで6.5点。マリカちゃんは4点。ク
クラリネットクイズしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、むずい、難しいのにむずい。やったシャイモンが出てこなかった。はい、クラリネットについてもっと勉強していきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただけたら、みんなもらえたら、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。